はい、こんばんは、ぐっさんです。前回6月の上旬の昆虫採取はミヤマクワガタを求めてかなりね頑張ったんですけど、まあ、見つけることができず、今回もねリベンジということでミヤマクワガタを探します。で、今回はね強力な助っ人を呼んでおきました。今回はセブンスターグさんと行動を共にします。お店とかコンビニとか一切寄らないで携帯便器持参で昆虫採集です。これここに来る途中セブンスターグさんすでに1匹見つけてるんすよね。ミヤマクワガタちょっと先越された気分っすわ頑張ります。ですよ。前回ねノコギリクワガタのペア見つけたから、今回はミヤマクワガタのペアがいると思い込んでやってきました。あれ、なんかガとか全然いないんだけど、これどういうこと？今日なんか寂しいよ。あれ、前回ここなんかガみたいのめちゃくちゃいたんだよ。寂しいよね。寂しいですね。カラスの羽みたいな。あ、先週来た時もあった。これほら、コクメスですよ。コクメス結構でかいんじゃないかな。20ミリ前半ぐらいの、はい。あ、赤足だ。コクワのメスって言いましたけど、赤足だですね今年初ですね。これあれ、これカブトムシのメスっぽいんだよな。あれ、あ、これ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 カブトムシでしょう。このお尻、メスとか言いましたけど、これオスですね。かなり小さい。今年初カブト。いや、まだいいんだよね、これ。これなんか今飛んできた。なんかバラバラバラって。これなんだろう。セブンさん、これなんだろう、これこれ。ロシデムシじゃないか。なんだ、こっからじゃよく見えない。クロシデムシっぽい。クロシデムシっぽい。これセブンさん一押しのホットポイントですよ。これ見つけるの大変だろう。前回ここにね、コクワのメスがくっついてたの。あ、この。そうそうそう、こっち側。あ、草さん。ミヤマのオスいますよ。ほら、でかした。あ、いるセブンさん一押しのホットポイント。素晴らしい。ミヤマクワガタのオスですね。フジガタ60ミリあるかないかぐらいかな。うわー、感動。ミヤマクワガタです、まあ、見つけたのはセブンスターグさんですけど、捕まえたのは僕なんでチャリーンと。いや、この調子だとねまだいそうです。やった、コクワのオスっぽいんですけど、クソでかい。セブンさんいわく超でかいと。あ、コクワだ。
この距離ででかさまで俺は分かんねえな。撮ってみますか。失礼します。お、なんかお、あ、でかい。そうでもなかった。あれあれあれココアのオス取ったらメスもついてきた。ラッキーパンチ。ココアのペアゲット。これココアのメス20ミリあるでしょう。でかい、これ。なんかラージサイズのペアをゲットと。マジっすか。木揺らしたらコクワガタ落ちてきました。まだ赤いっすね。新生虫かな。揺らしたらコクワガタのメス、大きめのコクワガタのメスが落ちてきました。ノコギリクワガタ、水牛もどき。セブンさんがコクワガタ見つけました。ちょこちょこ動いてる。俺全然見えねえ。さっき揺すったらオスが、あ、メスが落ちてきたところ。あれ、あ、いた。ミヤマクワガタ。これミヤマクワガタ見つけました。あんまり大きくないですね。で、同じ伝統にかなり大きめのコクワがいました。これ50あるかどうか、とか40後半かな。裏行っちゃったんだよな。あら、消えた。コクワだな。あ、いけたいけた。あ、これ。コクワガタのオスですね。で、これ。これめちゃくちゃでかい。ミヤマクワガタの死骸。60後半あるかな。昨日の収穫でセブンスタグさんと一緒に見つけたクワガタたち、ミヤマが2匹ですね。で、コクワが7匹、ノコギリ1匹で、カブトムシ1匹で、こいつ赤足のメス。で、今日は新しい採集ポイントに行く予定だったんですけど、天気がよろしくない。困りました。今河川敷とか柳を中心にいろいろ調べてるんですけど、まだちょっと早いかな。ガッデーム。これイモリのイモくんですね。赤原イモリ。かろうじてミヤマのメスを発見しました。
また発見しましたよ。ミヤマのメスですね。小型です。またいましたね。これミヤマのメス。あまりね、普段見かけないようなケロッピばっかり。2日目はちょっと天気が悪くてね、採集する時間が少なくなってしまって、ちょっとだけフィールドワークをしたような感じになってしまいましたけど、それでもね、ミヤマクワガタが3匹見つかりました。次回、行く時がね、楽しみになりましたね。で、今回の採集はこれで終わりです。一旦宿戻ります。今回は目標のミヤマクワガタを発見することができました。宿周辺でオス2匹で、さっきのポイントでメス3匹、さっきのメス3匹は全部ねリリースしてしまったんですけど、良かったですね。やっぱりミヤマクワガタっていいですよね。僕が生まれ育った地域では見ることができない種類のクワガタなんで、こうやってね捕まえて観察していると、とてもね嬉しい気持ちでいっぱいになります。だいたいこの周辺はね、6月の中旬に発生が始まって、でピークがね7月の上旬かな、大発生するんですよ。今年はミヤマクワガタの70ミリオーバー何匹発見することができるか、ちょっとわかんないですけど、これからが楽しみですね。で、次回はね、ヒラタクワガタを探してきます。また違う地域に行くんですけど、そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。